帰りきベイマックスに進化します。よし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 、かっこいい巨大マックス、巨大マックス、リベンジバスターで220ダメージ。うわー、2回目の番気絶ですね。巨大進撃で、こだわりベルト込みで270ダメージです。うわー、巨大進撃。ヤッポニー依頼チュメカワです。サンドスです。ヒカリータです。はい、今日も新カードを使った対戦動画やっていきます。イエイ、はい、今日はチャンナスさんが新しいポケモン VMAX を持ってきてくれたと。はい、私は怪力 VMAX のデッキを持ってきました。怪力、はい、うんうん、マッスルって感じですよね。はい、頑張ります。はい、ただね、ライチュメカも実はオリジンパルキア V スターデッキで迎え撃ちたいと思います。おー、強い。ちょっと怪力 VMAX どれだけ強いか見せてください。はい、見せますよ。はい、じゃあ早速やっていきましょうか。はい、よろしくお願いします。お願いします。最初はグーじゃんけんぽい。はい、こうでしょ。じゃあ先行で、はい、バトルスタート。大好きじゃないですか。でしょ、かっこいい。じゃあ1枚いきます。キャプチャーエネルギーを怪力 V につけます。はい、はい、で怪力 V をベンチに出します。はい、スタジアム大口の沼。おー、早速出てきちゃったよ。これ厄介ですね。厄介ですね。で、リオル。おー、おー、これが出たから、はい、乗り、ベンチナークが乗ったと。乗りましたよ。ベンチバスターの準備もね、していくわけですね。はい、うん、それで、まあ終わります。はい、じゃあ1枚いきます。ピンボールで水エネルギーを取らせします。はい、じゃあオリジンバレキャブを手札に加えます。はい、おいまだ山札使います。で、オリジンバレキャブを出して、大口の沼の効果ですね。いや、もうこれすでに厄介だよ。これすでに厄介ですね。ちょっと弱っちゃったよ。翡翠のヘビーボールを使います。これ裏になっているサイドを全て見て、その中にある種ポケモンを1枚相手に見せて手札に加えられます。そしてこの翡翠のヘビーボールと入れ替えてサイドに戻すって感じなんですけど、オリジンパルキア V がいるんですよね、はい、なのでこの種ポケモンを手札に加えてきて翡翠のヘビーボールがサイドへ出します。はい、で大口の沼で最後にポケモン。こいつも沼にはまってしまった。嫌だねこれね。で、たっぷりバケモンを使います。はい、水エネルギー2枚持ってきて、まだ山札使います。エッソンにエネルギーつけますね。ではどんどん電撃のためポケモン3枚まで寄せるので、おお、メッソン3匹。メッソン、はい、メッソン、メッソン、はい、ベンチに出します。なんか綺麗な顔面。これで番終わりです。はい、よし、1枚いきます。基本等エネルギーをつけます。そして進化します、ルカリオ。おお、おお、かっこいい。だよね、かっこいい、大好き。はい、で、かけるトーク。つけられるわけですね。はい。で、ダメカン2個ですね。ダメカンを2個。2個乗せて、つけば。つけまーす。ですね、で、風船をルカリオにつけます。はい。なんか、ちゃんなついい感じじゃない。え、そうなんですよ。いや、強いですね。うん。そうですよ、ポケモン入れ替え、はい、で、一旦風船のルカリを前へ。あとは VMAX が来たいですね。いや、そうなんだよ。アクセの研究。もう引いとく。なんかもう引いちゃうよ、これは。1、2、3、4、5、6、7、7、来ました。で、怪力 VMAX に進化します。よしよしよし、かっこいい巨大マックス。巨大マックス。クイックボールでザクロをトラッシュします。ザクロ、ザクロ、トラッシュに行ったよ。行きました、うん、はい、ヤレギュータンを手札に加えます。はい、ヤリギュータンをベンチに出します。はい、大口の沼の効果でダメ感が2個乗ります。サルジーします。はい、メガッツのツルハシ。はい、はい、高エネルギーだと怪力 V につけます。おお、2匹目にもエネルギーがつきましたよ。いや、準備簡単だね。はい、じゃあ風船で逃げます。はい、じゃあこれでリベンジバスターで220ダメージ。うわー、2回目の番からしっかりとエネルギーに取れる。よしよしよし、後ろの中揃ってるんだよな。そうですね、気絶ですね。これかなりちゃんのやつ強いっすよ。はい、1枚よし、オリジンパルキア V いきましょう。はい、1枚引きます。じゃあバトルをオリジンパルキア V スターに進化。きたー、で進化の方を使います。はい、はい、ジメレオンを手札に加えていきます。はい、で、まだ使います。メッソンをジメリオンに加えて、ステラ工作、ラ工作、メロンを手札に加えていきます。はい、で、サポートメロンを使って、オリジンパルキアブリスターに
手で離れます。手札からオリジンカルキャブイカーに2エネルギーをつけます。はい、クイックボールでオリジンカルキャブイをブラッシュして立場バードデックスルイを手札に変えていきます。はい、天津出して大口の沼の効果に戦っております、はい、これはなかなか厄介ですね。地味に。じゃあこれで、技使います。アスロペリ、お互いのベースポケモンが今合計8匹なので160ダメージ追加の220ダメージですね。強いなぁ、うん。これで3終わります。はい、1番いきます。じゃあワットを18。お、今回は滑るときましたね。うん、それでお互いの選手見る。え、遠エネルギーなの？強っ、強いじゃん。強いじゃん、強いじゃん。サルジェなしでつけてきたな。強い、まあ、強い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 。もう1枚、1枚、まあ、さすがにね、さすがにね、どう、ワッツのツルハシが変えてくるのか、うん、まだ使うもしかして、ね、なんかちょっとワッツのツルハシ、すごいな、すごい、準備いい、おー、ビクワール、了解です。すごいね、もう使い切っちゃってじゃあ、こだわりベルトをつけます。はい、はい、グレンジワッツは250だから、ギリギリ耐えるけどね。クロバット V、じゃあ、ナイトセットで4枚、お4枚で、大内の沼の効果もあるので、大内の2となりますね。はい、じゃあ、かける空気うかりよ、で、こだわりベルトを怪力 EV につけます。ベンチにもベルトがつきましたね。つきましたね。サルジェ、エネルギー付け替え、おー、ユカリオのエネルギーをハイリキー V マックスに。では巨大進撃で、こだわりベルト込みで270ダメージです。いやー、巨大進撃そっちできたか。はい、進撃とか言ってね、僕ら連撃派だったそうですね、そんたってロコ見習ってほしいですじゃあ、気絶ですね。やったー、最後いただきます、みんな。大口の沼がここで効いてきましたね。いや、効いてきたね、はい、よしよしよし。じゃあ、オリジンバルキア V バトルバンドします。はい、1枚いきます。レベルボール使います。はい、じゃあ、レベルボールに乗ってきたレベルの戦艦の裏光沢でタイにします。タイ、はい、これもね、新しいカットですね。そうですね。で、タイ使います。山田から水ポケモンとグッズを手札に返します。たっぷりバケツとオリジンバルキア V スター、手札に加えていきます。はい、で、サプリバケツ使って水エネルギー2枚、手札に加えていきます。で、バトル場をオリジンバルキア V スターにきちんとさせます。また来ました。で、水エネルギー手札に加えます。そして、この後エネルギーが足りないと見せかけての V スターパワー、センターポータルに使います。フラッシュの水エネルギーを3枚まで自分の水ポケモンにつけることができます。強い強い強いね、とても強い。バルキア V スターに1枚とアクババドレックス V に2枚。もともといたジメレオンをピッシューターの1枚に乗せます。で、そういうピッシューターで電池の怪力 V にダメカを2個乗せます。では、アクババドレックス使います。220ダメージですね。220ダメージで、そっちに V マックス倒しましたよ、こっちも。うん、暴れ狂ってましたけどね。はい、怪力 V マックス、ありがとう。はい、ただ、ツツジ来てくれ。ツツジ、ちょっと必須なヘビーボールで、うまく下に来ててくれ。はい、3枚取ります。はい、じゃあ、ルカリオを前へ。はい、で、1枚引きます。はい、じゃあ、ハイパーボールで、この2枚をトラッシュします。はい、はい、タイニキー V マックスを持ってきます。おー、また来た。では、進化します。 V マックス、また来たぜ。かっこいいぜ。で、ボスの指令で、ボスの指令、はい、白馬バトレックス V を前へ。怪力 V マックス一発で倒しやすそうだったところから倒されそうです。かけると大きい。じゃあ、サルジェ逃げます。いけー、また
っと来ましたよ、トリキュウイノックスが、はい、来ましたよ。リベンジバスターでコダーリベルトがついてて250ダメージ。いやー倒されてた。よし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 、うー残り1枚これは残り最大1枚。よしよしよし、よし進化する前にやられてしまいましたね。いただきます。これはまあオリジンパルキア V スターでいきます。はい、いやもう大ピンチだよ、うん、最大1枚でしょ。大体倒されるよね。そうですね。じゃあ来ます。うーんレベルモールで、はい、ジェレを持ってきます。裏コースで、まあね、多分ね、これしかないんだよ。モスの指令を持ってきます。モスの指令で、まあ、逃げるエネルギーがね、2のヤレユータンを呼び出します。なるほど、はい、そしたら結構止まってくれるんじゃないですかね。その間にクイックシューターでサイドを取ったりとか、うん、しつつチャンスを伺おうかなというところで、はい、シューター誰かにこうルカリオに出せます。はい、そうなんですよ。ルカリオ残り HP 20しかないですね。はい、これで合計100ですね。うん、ジェネリオン、ジェネリオンに使います。ジェネリオン、はい、で、ヒセロヘリボール使います。はい、今度は続いて当たるポケモンいません、ね、なのでこれはこのままにして、はい、1枚です。戻しまして、ヒセロヘリボールはこの場合入れ替わり、はい、終わります。はい、じゃあ1枚いきます。じゃあクイックボールでファイリティーブイをトラッシュします。ファイリティーブイを持ってきます。はい、はい、使います。でハイパーボールでマリーとファイリティーブイをトラッシュします。はい、はい、ファイリティーブイマックスを持ってきます。ネオランド V で特製ルミナサインを使います。はい、で、博士のデリフを持ってきます。入れ替える手段、引きに行ってるな。うん、博士の研究、はい、はい、で、トラッシュして7枚。はい、じゃあポケモン入れ替え、入れ替え、引かれた。いやまだリベンジマスターだとね、250だよね。そうですね、まだだよね、これ、うん、はい、はい、はい、キャプションエネルギーをつけます。エネルギーあったか、ありました。よよよ、出しません。技を打ちます。巨大進撃でこだわりベルトがついて270ダメージです。270、よっしゃー、オリジンパルキアブリスター倒れました。ブリスターがやられた。サイド1枚取ります。ここでサイド処理です。サイリキマックス強い。やっぱもともとダメージかなり大きいけど、大口の沼で弱らされるんで、そうポケモンブリスターとか軽々倒していきますね。そうね、しかもエネルギーが2個でリベンジバスターも強いし、すごい投デッキもね、今かなりいい風が吹いてきてると思うので、いや本当にぜひ皆さんも使ってみてください。はい、今日使ったデッキリストは説明欄にURL がありますので、ぜひチェックしてみてください。今回の動画が面白いと思った方はチャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。ではまた次回、バイバイ。バイバイ。